サンライズ瀬戸が通過。女子鉄マホロがゆるっとお届け、ゆる鉄動画、水としあき。皆さんこんばんは。ナビゲーターの女子鉄マホロです。今日は瀬戸大橋線の茶屋町駅に来ています。快速マリンライナーに乗るために来たのですが、その前にある列車が通過するので撮影します。が通過していきました。茶屋町駅はこの先単線なので、岡山方面の通過列車は比較的ゆっくり通過するので撮影しやすいです。実は臨時列車を除けば7両のサンライズがこの規模の高架駅を通過するのは多分茶屋町駅だけなので、地味にレアな風景なんですよね。ご案内はナビゲーターの女子鉄マホロ。監修と撮影は中の人としあきでした。